ではかつて経験したことのない高齢化社会を迎え、介護の現場で働く人が増えています。入浴介助やトイレ介助など体の不自由なお年寄りを支える仕事は腰に負担のかかる作業が多く、介護は体が資本だと言われています。また介護に限らず、救急隊員、農業、運輸業、工場など腰に負担のかかりやすい職種に従事している人は国内で約1832万人にも上ります。私たちは考えました。自らの体を使い、この国を支える人々にこそ支えが必要だと。腰への負担を減らし、これまで辛い思いをされていた中腰での作業を楽に行っていただきたい、そんな発想から生まれたのが腰部サポートウェア、楽にえ。楽に動いて楽しく働く、私たちからの新しい提案です。前屈作業での楽を実現するために、慶応義塾大学理工学部の山崎信俊教授の理論をもとに共同開発を行いました。山崎教授は力学と解剖学をベースに、さまざまな画期的製品を提案されている人間工学の第一人者であり、ご自身の経験から介護時の身体負担への問題意識を強く持たれています。母親の介護の苦い思いが自分で何とかしなきゃいけないという発想を必死に出して、おむつ交換なんかすごく大変だったんで、なんかいいものできないかなと思って考えてたのがきっかけなんですね。どうしてもおむつ交換やなんかはですね、そのしゃがんでできないんですよ。で、体を前に出してこうやってやるもんですから、それが無意識に長時間そういう姿勢をとってるんですね。で、その蓄積的疲労を減らしてやろうというのが楽にえの一番大事な効果です。できれば一日中着てられるようなものがいいな、当然衣服の中に仕込めればいいな、そういうのが楽な衣というイメージなんですね。コルセットと違うのはですね、いつも体を締め付けてると動けないですよね。それから自分の筋力が弱ってきます。これが一番良くないことで、日常的にはゆるゆるなんだ、ここもまたね、新しい発想なんですよ。だから身体の変形を敵ではなくて味方にするっていうことと、必要な時だけ作用するように普通はゆるゆるにしとく、この2つがこの楽にえのとっても大事なポイントで、新しい点なんですね。これから多くの人が楽になっていただければなと思います。山崎教授の深い人間観察に基づいた理論から生まれた新しい発想の腰部サポートウェア、楽にえ。背面の弾性材の張力により前屈での作業時に腰をサポートします。さらに弾性材をクロス状に配置することにより、前屈時の伸びを最大限に利用しつつ、体をねじる動作などの自然な動きを妨げません。また圧迫や食い込みを軽減するため、一日中着用しても不快にならないサポート設計を行い、胸や膝には体にフィットする立体形状を採用しました。これらの基本設計をベースに、サポーターや高機能ウェアの製造で実績のあるダイヤ工業の技術協力のもと、機能と着心地を実現しました。こうして開発された楽にえは、慶応義塾大学の山崎研究室で行った荷物の積み下ろし作業を想定した実験により、動作時の筋負担を軽減することが確認されました。人と地球の命を守る、そんな思いを胸に、消防車製造のリーディングカンパニーとして100年以上歩んできた森田。消防活動の現場だけでなく、介護施設への安全面でのサポートなど、
社会のより大きな支えとなるために事業領域を広げています。これまで前屈姿勢での作業に負担を感じてきた多くの方に楽をお届けしたい。そして働く方一人一人の楽がサービスの質をさらに向上させ、すべての人に楽をもたらしていく。それが楽に込めた私たちの願いです。